皆さんこんにちは、みずきあの青色 TV、 イエーイ、始めました。今日はみずきあといえば眉毛が下手、いやそれはすごくあると思うね。で、眉毛マジでどうしようと思った時に見つけて、3秒で決まる眉毛スタンプで、これは、ちなみに1400円です。1400円で眉スタンプっていうのがあって、買ってみてちょっと使ってみたいと思います。それではどうぞ。はい、眉毛がない状態です。そういや高校の時はこの眉毛を描くのがほんまに苦手で、いつも眉毛描かんとこんな感じで言ってました。まあ前髪があったから眉毛隠れてたけど、で友達がおったら友達に眉毛やってもらうっていうのが高校の日常でした。はい、じゃあ3秒で眉毛を描いていこうと思います。こういう風に1と2があんねんけど、1の方がちょっと太くてこう優しい眉って感じです。で2の方がちょっと細くてシャープな眉って感じです。見にくいな。うん、そうだね。まあ、こんな感じです。こっちが1でこっちが2です。で青はこれを平行な感じにして使いたいので、こっちをやっていきます。とちなみに眉ティントとかするときもこのやつを使ってやると結構綺麗に眉毛ができます。じゃあ開けます。でも今色変えたからな、もしかしたらちょっと髪の毛よりも明るすぎる眉毛になるかもしれへんねんけど、ちょっとそれはごめんなさい。ではいきます。これ置いてから1,2,3なんか、こっから1,2,3でいいやんな。ここかな。いきます、せーの、1,2,3。いやさすがに3秒は無理か。はい、さすがに3秒は無理です。ちゃんとやりましょう。はい、さっきみたいにこういう風に置いて、この線が青的に鼻のこのここのぐらいの線やなと思います。でそこに置いてこうやって、あとはポン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 とやると、はい、なんか変じゃない？なんかめっちゃ変じゃない？なんか変じゃない？なんか変じゃない？見て。え、変じゃない？大丈夫？いけるこれ。なんか眉毛いけるんかな？あれかな？本当の自分の眉毛があれ濃いから余計変に見えるんかな？そのまま反対もやってみます。と、右がライト。ライト、レフト。レフトってこういう風になんか上下でできるみたいやけど、ずっとこのこっちをこうやって使って、こっちをこうやって使ってました。でこっちの蓋の方にこのパウダーみたいなのが入ってるから、クリクリってやるとこっちのチップにパウダーがひっついてきます。じゃあこっちも同じ位置に合わせてやっていきます。じゃあいきます、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。うん、10秒ぐらいでできると思うけど、右と左が違う。すごい難しいこれ。眉ティントの時結構うまくいってんけど、なんかこっちの方がピュンってなってるよな。でもめちゃめちゃこれ楽よな。はい、すごい楽と思います。じゃあ一回落として、次こっちの方で綺麗にやってみようと思います。よし、じゃあ行こう。これを左はレフトやからここにつけて、でここで調節することが大事だと思う。今の眉毛ぐらいに調節して、これを塗る。せーの、ドン。お、あ、綺麗な眉毛になったんちゃう？でもやっぱここからちゃんと整えた方が、こうやって整えた方が、うん、綺麗に見えます。反対もこうして同じ高さぐらいを合わせて、今だ、ポンポンポコポンポンポコポンポコポン、トントントントコトントントコトントコトンでやって、で離す。お、なんか
なんかいつもさ、青が描く眉毛みたいじゃない。はい、こんな感じです。すごい難しいな。なんかこうパウダーになるとちょっと合わせるのがすごい難しい。いつもそう眉ティントとかやったらちょっとこういうやつで一回濃くやってから何回か消して調節して、あ、この辺やなっていう目印つけて、んでメイク落としで消していつもやってるねんけど、ちょっと3秒で決まる眉スタンプは3秒では決まらないと思います。はいはい、皆さんどうでしたか。個人的にはやっぱこの難しいし、あと合わせるときに結局はやっぱ眉毛下手になるで、一番やりやすい方法としてはこのついてるこのパウダーを使うんじゃなくて、その型をつけてこういう、パウダーアイブロウとかを使った方がほんまにやりやすいと思った。なんかこれちょっと肩だけすごいありがたいかなっていう感じです。まあ3秒で眉毛なんかできませんので、皆さんもぜひ試してみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。それじゃあまたねー。